タラーン見てーファーシーズさんからご提供いただきましたイエーイこちらを開封してからデートメイクしていきたいと思いますジーンキュルちゃんさあこちらですねツインフラワーラブコレクションボックスっていうものになりますこちらはですね限定のケースになっているらしいですえなんかすごいねいやなんかめっちゃ可愛いんだけどてかこれ化粧品なんだよねすごい高級感これさ横のところさプリントかと思うじゃんいやプリントじゃないんだよねちゃんと立体的になってるのここなんか宝石箱みたい真面目にえ開けるよ開けるよたらーんえ何これなんかすごすぎんえてか本当に宝石箱じゃん乙女心くすぐってくるねリップとアイブロウペンシルが入ってるみたいですね多分これがリップなんだよねこれリップなの本当にこんな高貴な人が使えそうなリップ持ったことないわ私え見てねチャームも入ってる見てかわいいえこれさカチャーム多分ここにつけるんだけどさえかわいいえ見てかわいいえかわいくないこのね、この鍵のね、マークがついてるところをこうやって、ツンって。え、かっこよくない？え、バリかっこよくない？ここの鍵のマークがついてるところを、こう、ポンと押すと、ピシャンって。かっこよ。え、これさ、みんなリップの色見たいんでしょ？ちょっと待って、ちょっと待ってって。他にも色々入ってるから、ちょっと一回ちょっと色味とかはね、ちょっと置いとこう。ね。これがアイブロウペンシル。てか見て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 。デザインが超可愛い。そんでね、これ長いわ。なんか私手大きいんだけど、こう持っても全然余裕があるぐらいの長さ。いや、これ持ちやすいやつだな、マジで。斜めカットになってるし、なんか先端が細めだからちょっとね、眉毛めっちゃ描きやすそう。待って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 、私ちょっと見落としてたんだけどさ、ここに何かあるんですよ。ここに。あ、これなんだろうと思ったらさ、これ替えになってる。あ、これを、こっから引っこ抜いて使えばいいっていうことだ。え、すごいお得。めっちゃお得じゃない？この両サイドのは何なんだろうね、これ。ちょっと2つあるんですけど。ちょっと開けてみますか。あら、コットンですよ、コットン。あらら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 。ら優しい気持ちいい。じゃあね、こちら2本のリップの色を見ていきたいと思います。じゃあこっちからいこうかな。M520、カラー名、愛してる。愛してる、だって、もう何ちょっとさ、こうやってやってるのなんか中二病感あるよね。かわいい赤。え、待って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 、何これ。これ彫刻？え、これ彫刻だよね。わ、彫刻だわ。すごいすごいすごい。え、めっちゃかわいい。ロマンチックラブストーリーを浮き彫ったロマンチックなリップってことよね。いや、でもそれにしてもほんと綺麗だわ、マジで。待って、超ロマンチック感じる。え、すごい人いる。すごい、ときめきが、なんか、最近ちょっとラブロマンスに弱いもんでして。コスメってさ、今みたいに私みたいにときめいたりとかすることはあるかもしんないけどさ、こんななんか繊細な部分までめっちゃ見てやろうと思って、こう、うっとりしながら見ることってそうそうないよね。かわいいわ、綺麗。いや、こんなね、めちゃくちゃ綺麗なリップなんですけど、そっち、しちゃうよ。あ、見て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 、これさ、今結構さ、こうガーって塗ったけどさ、全然これね、いい感じ。てかさ、これすごい画面見たりとかして思ったけどさ、え、すっごいなんか血色よく見えん。このリップ塗ることによってさ、なんか周りのさ、白肌がすごい際立つというか、え、めちゃくちゃ可愛くない？え、超可愛いんだけど、しかも色味結構最強説、真面目に。いや、でもなんか深みのある愛を感じるな。いや次、2本目のリップになります。M1314 カラー、リップの名前が、一生愛しているよ。はい。え、待って！ぶっちゃけマジでさ、なんか彫刻は一緒なんだろうなって思ってたの。全然違うんだけど、見て。男女がね、寄り添ってるような感じになってるんですよ。え、かわいい！ときめいちゃう、ガチめに。じゃあこれもね、ちょっとスウォッチしていきたいと思います。
あ、全然なんかこうやって出してみると全然色違うね。どちらかと言ったらこっちの愛しているよの方が赤みがかなり強い感じになってるんじゃないかなと思います。こっちがね、どちらかと言ったらオレンジっぽい赤みたいな感じになってるんじゃないかなと思います。これマットの口紅らしいんですけど、こう塗り心地がなんかどちらかと言ったらすごい滑らかな感じになってたんですよ。で、これは潤いで乾燥しにくい口紅だそうです。フラワールージュをはじめスノーフレークやユリから採取した成分も配合されているため、唇を優しくケアしてくれる効果があります。だってすごくない？ケアまでしてくれるんだって、すごくない？真面目に。でもちろんね、まだまだあります。エアフェイスパウダーリニューアル01。え、これケース超可愛くない？真面目に。なんかこれパウダーなんだけどクッションファンデみたいな構造になってますね。てか珍しくない？バリ珍しくない？こういうやつあるんだ、知らなかった。ちょっとねテロップで出てると思うんですけども、すごい天然成分がいろいろ入っているみたいです。中国千年以前、唐時代の王室や貴族の美容法、透過容器バームを参考に作られた。王室？貴族？スケールでかすぎん？だいぶ強めなんだけど。粒子が細かく軽いつけ心地で、重ね付けしても厚化粧に見えない。へえ。夕方まで崩れにくくメイクをキープしてくれる。私キープ系に関してはうるさいですよ。この後のメイクが楽しみですね。はい、こちらチークなんですけど、チークは2種類になっております。これさ、なんかマーブル柄っていうのかな、なんかちょっとすごい可愛らしい感じ、お花みたい。中身のね、色はこんな感じになってます。ちょっと、あ、すごい、え、超滑らかだったんだけど、今こうやってサラサラって取ろうって思ったら、え、超滑らか。こっちが01番で、こっちが02番になっています。で、なんか大人っぽいのと可愛らしい、なんかの元気な感じになってますね。なんかね、こっちのね、大人っぽい感じの色はクールなメイクとかに合わせたいなと思うし、こっちのオレンジっぽい感じの方は可愛い女の子って感じの時になんか使えそうな感じの色になってますね。え、今日どっちにしよっかな。ちょっとテーマを決めてからね考えようかな。はい、こちらですね、アイシャドウパレット01番になりますね。青いもの持つのすごい好きなんだけど、ちょっとマジ可愛いんだけど、このパケめっちゃ可愛い。え、すごい、え、すごい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 、待って、これも彫刻されてる。見えますかね。え、すごい。これさ、綺麗とか可愛いじゃなくてさ、なんか美しいって言いたくなる感じがするよね。きめ細かく肌にフィットし、粉が舞いにくい、ムラなく自然な仕上がり。百花美容法という伝統古法を再現し、真珠の成分、ボタン、マリーゴールドなどのエキスを総化して肌に栄養を与えます。え、待って、すごくない？肌に栄養を与えるアイシャドウだよ。やばくない？はぁ？はい、出してみると、こんな感じになっているんですけれども、え、超かわいい。すごい色綺麗じゃない？めっちゃ使い勝手良さそう。かわいい。なんかさ、発色がいいものってさ、すっごいなんか肌にダメージありそうだなとかっていろいろ考えちゃったんだけど、こんなに美容成分入ってるんだったらさ、なんか結構安心して使える感はあるよね。ということで、早速メイクしていきたいと思います。皆さんね、知っての通り、私最近ちょっと気になる人もいるので、まあちょっと、デートメイク、ちょっとやっていきたいなと思います。私デートするのはどこ行きたいだろう。なんかそもそも今さ、こういうご時世だけどさ、そういうご時世がなかったとしてのデートで行きたい場所。私ね、あんまデートとかでさ、遊園地とかそんなに行きたい人じゃないんだよね、実は。あ、でも私ひまわり畑行ってみたい。バリ女子、本当に。え、でも行ってみたい、ひまわり畑とか。ちょっと夢あるよね。はい、じゃあこちらのお粉使っていきたいと思います。これさ、こうやってフッてさ、こうやって押してやればつくだけだからさ、飛び散らないしいいね。しかもさ、なんかちょっとあれ、ごめんね、カメラ映りますけども、ここ鏡がついてるんですよ。いいね、これ持ち歩きとかすごい便利そう。しかもね、これ可愛いのテンション上がるんだよね、ほんと持ってると女子力感じるわ。今さ、こうポン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 やってるだけなんだけどさ、めちゃくちゃムラなく仕上がるんだけど、え、すごっ。今状態見てくれたら分かると思うんだけどさ、ツヤ感をこの残しつつみたいな
感じじゃない？しかもね、なんかこれ色味が結構いいわ。こういう色ってさ、メイクが邪魔しないよね。え、すっごい。え、これ確かに長時間キープしそうな感じする。いい感じ。はい、じゃあちょっとハイライトをね、塗っていきたいと思うんですけど、ハイライトね、せっかくなんでこちらのアイシャドウのここの部分を使ってハイライトにしていこうかなと思います。指で。え、すごっ。え、バチクソ可愛いじゃん。全然これさ、なんかアイシャドウのやつなんだけどさ、普通にマジでハイライトとしてバリ優秀なんだけど。で、これをブラシでね、軽くささっとやってあげると、まあもういい感じに馴染んだよ。え、すごい！え、超可愛いじゃん、マジでこのハイライト。素晴らしい。じゃあね、こちら使っていきます。アイブロウペンシルになりますね。っていうかやっぱ持ちやすいわ。すっごい持ちやすい。え、てかやっぱ長いのいいね。え、すっごい描きやすいんだけど、細いところと太いところの調節が効きやすい感じがする。はい、そしたらね、反対側についてスクリューブラシでね、こうさささささっとなじませていきます。え、てかスクリューブラシめっちゃいいんだが、それこそなんか全然なんか痛みないんだよね。なんかスクリューブラシってさ、結構毛質硬いやつ多いじゃん。え、ごめんね、なんか私ちょっとこの眉積みの中で一番気に入ったのスクリューブラシかもしれん。そんぐらいめっちゃいい。めっちゃ気持ちいい、普通に当てて。てほら、ボケ方もなんかすごい綺麗じゃない。やっぱスクリューブラシも結構いいの使った方がいいね、本当に。はい、次はアイシャドウをやっていきます。アイシャドウパレット01番。まずですね、ちょっとこの色をちょっと使いたいですね。なんてか発色超綺麗、すごい綺麗なんだけど。そしたらですね、次こちらの色ですね。この色を取って、ちょっとぼかしていきながらこうサササッとやっていきますね。で、目尻の方にもこちらのピンクを乗っけていきます。え、このピンク超可愛くない？ガチ目に。え、バカいいんだけど、切れそう。え、めっちゃ可愛い。ここのブラウンを取って目尻に乗っけていきます。上目尻ですね、真ん中の色ですね、をちょっとふわふわっと全体に乗っけてあげる感じ。ふわふわふわっと下の方にもふわふわふわっとね、入れてあげる感じでやっていきましょう。そしたらさっきハイライトでも使ったここのラメを目の中心と目頭にポンポンポンって一回置いておきますね。涙袋にも乗っけていきます。指でこうサササササーっとこうぼかしてってあげる感じ。あ、え、かわいい。え、マジでかわいい、どうしよう。そしたらですね、次こちらの色を使うんですけれども、目尻のね、延長のラインをこの締め色シャドウで描いていきます。そしたらさっき使った眉毛のペンシルなんですけど、これがすごいなんかソフトなタッチで描けたから、涙袋の影とかもこれで描いていこうかなと思います。ペンシルでこうやって柔らかく描けるのってどういう風に表したらいいのかなって今思ったんだけど、リキッドで描いてるような気分になるぐらいめっちゃ滑らか。本当にめっちゃいいわ。こんななりしてるけどさ、私意外と田舎好きなのよ。田舎に行って綺麗な風景見てまったりして、ご当地名産系のもの食べたりとかして、美味しいねっつって、また今度来たいねみたいな感じの雰囲気が好き。じゃあ次チークですね。01番の方を使っていきます。どちらかといったら大人っぽい感じの色味になってる感じのやつですね。デートなんでね、塗り方をこのね、目のちょうど下あたりのここら辺わかるかな、ここにこう一番置きたいんですよね、チークを。大人っぽい感じの色味だけど、こういう塗り方してかわいいみたいな感じの印象を与えたい。ラストディップですね。 M520 の方ですね。愛してるよ。いや、もうなんとも素晴らしいね、こちらの色味なんですけれども、塗っていきたいと思います、お口に。すごい。え、てかさ、なんかマットリップってめっちゃムラできるイメージあったんだけど、全然ムラできないし、全然バキバキしない。なんて、内部乾燥ゼロって感じ。ちょっと待って、これさ、これでちょっともうちょっと中心の方濃くしたらめっちゃ可愛くなるか。え、ほら、かわいいじゃん。え、ちょっとせっかくだから、ちょっとデート用な感じで髪の毛も服も一回全部やっていきたいと思います。ちょっと待っててね。ジーン、キュルちゃん。はい、というわけでですね、パッと見なんでこんなカジュアルな格好してんだっていう風に思ったと思うんですけども、さっき話した通り、どちらかというと、田舎とか、そっちのなんかあの、
方に行くっていう前提で一応コーディネートを組んだりとかしてみました。でもまあ何にせよメイクは完璧よね。いい感じだわ。はい、というわけですね、今回はパーシーズさんを使いましてデートメイクをしていきました。全体的にやっぱり発色がいいよね。すごいよくって、色味がねすごいなんか強い女性も可愛らしい女性も演出できるんじゃないかなっていう風な印象がすごいあったっていうのと、私個人的に大優勝かもしれん。あとこのリップ、マットリップってマジで使わないのよ。でもマジで良かった。あの全然パキパキしない、いい感じ。超なんかほんとふわっとしてるんだけど、内部乾燥とかもないし、ひび割れとかもないし、しかも色ムラすらもほぼないみたいな感じに仕上げることができたんで、私これリップはマジで優秀だなと思いました。あとこれね、アイブロウもねかなり優秀だなって思ったんですけど、マジでほんと涙袋とかもさ描いてるんだけど、でもなんかすっごいなんかねナチュラルに仕上がんの。ていうかここの幅いつもより短く見える。なんか涙袋がすごいリアルだからなのかな、これってわかんないけど、なんかすごいいい感じに仕上がったじゃないかなと思います。とリップもそうだし、アイシャドウもそうだし、こちらのねお粉もそうだけど、美容成分がかなり豊富になっているので、肌へのダメージが少ないって思ったら、もうめちゃくちゃなんか心置きなく安心して使えるなっていう風に思いました。今回使用させていただきましたファーシーズさんの方はですね、概要欄の方からリンクの方がありますので、そちらの方飛んでよかったらぜひぜひ見てください。私の個人的なおすすめなセットはこちらかなと思います。というわけで今日もありがとうございました。バイバイ。